サンティコとサンティアゴデニア・サンチェスは、スペインアルバセテ出身の元サッカー選手、スペイン代表であった。ポジションはディフェンダー。現在は、スペイン U-19 代表の監督を務めている。1995年にアルバセテ・バロンピエからアトレティコ・マドリードに移籍し、初年度の1995から96シーズンには、コパデルレート・プリメーラ・ディビションの2冠を達成した。 1996年には U-23 スペイン代表としてアトランタオリンピックに出場しフランス代表、オーストラリア代表、サウジアラビア代表と同居したグループ B を2位で通過したが準々決勝でアルゼンチン代表に敗れた。同年には UEFAU-21 欧州選手権決勝トーナメントにも出場し U-21 チェコ代表と U-21 スコットランド代表を破って準優勝した。1997年にスペイン代表デビューし、1998年までに2試合に出場している。アトレティコマドリードは2000年にセグンダ・ディビシオンに降格したが、2001から0にシーズンに優勝してプリメーラ・ディビシオン昇格を決めた。アトレティコマドリードでは首相も務めた。 プリメーラディビシオンで2シーズンプレーした後、2004年にフルスアルバセテ・バロンピエに復帰した。2009年2月、アベル・レシーノ新監督の就任と共にアトレティコ・マドリードのアシスタントコーチに就任した。同年10月にレシーノ監督が解任された際には暫定監督を務めた。2010年には U-16 スペイン代表監督に就任した。 ありがとうございます。